ボーリウムは原子番号107の元素。元素記号は BH。名前はデンマークの物理学者ニールス・ボーアにちなむ。人工放射性元素として実験室で生成できるが自然界には存在しない。基地の同位体は全て非常に放射性が高い。知られている中で最も安定した同位体は270バイト H であり半減期は 約61秒であるが、未確認の278バイト H の半減期は、約690秒である可能性がある。周期表では、D ブロック元素で、超悪チノイド元素である。第7周期元素であり、繊維金属で 6D 系列の5番目の元素として、第7属元素に属する。科学実験によりボリウムは、第7属のレニウムより重い同属体として振る舞う。 ことが確認されている。科学的特性は部分的にしか特徴付けられていないが他の第7属元素の特性とよく比較される。元素107は当初デンマークの各物理学者ニールス・ボーアにちなんでニールス・ボーリウムという名前が提案された。この名前は後に IUPAC によりボリューリウムに変更された。2つのグループがこの元素の発見を主張した。 ボーリウムの証拠は、最初1976年に、ユーリオガネシアン率いるソ連の研究チームにより、報告された。そこでは、ビスマス209と、鉛208のターゲットにそれぞれクロム54と、マンガン55の加速された、原子核が打ち込まれた。二つの活動が見られ、一つは1から2ミリ秒の、半減期を持ち、もう一つは、約5秒の半減期を持っていた。 これら二つの活動の強度比は実験を通じて一定であったため一番目の活動は同位体ボーリウム261によるものであり二番目はその娘のドブニウム257によるものであると提案された後にドブニウムの同位体はドブニウム258に修正されこれの半減期は実際に5秒であるしかしその親で観測された 半減期は1981年にダルムシュタットでボリューリウムが決定的に発見された後に観測された半減期よりもはるかに短い。IUPAC アイオパップトランスフェルミウムワーキンググループはドブニウム258はおそらくこの実験で見られたがその親であるボリューリウム262を生成したという証拠は十分な説得力がないと結論付けた。 1981年、ダルムシュタットにある14研究所のペーター、アルムブルスターとゴットフリート・ミュンツェンベルクに引きられた、ドイツの研究チームは、ビスマス209のターゲットに、クロム54の加速した原子核を衝突させ、ボリウム262の同位体の5つの原子を生成した。この発見は、生成した。 ボリリウム原子から基地であったフェルミウムとカリホルニウムの同位体へのアルファ崩壊連鎖を詳細に測定することでさらに裏付けられた。IUPAC IOPAP トランスフェルミウムワーキンググループは1992年の報告書で GSI の共同研究を公式の発見として認証した。1992年9月、ドイツのグループはデンマークの物理学者 ニールス・ボーアを称えて、ニールス・ボーリウムという名前を提案した。ドゥブナ合同原子核研究所のソ連の科学者たちは、この名前を元素105につけることを提案し、ドイツのチームは、ボーアとドゥブナのチームが初めて低音核融合反応を提案し、元素105の命名に関する議論されている問題を解決したという事実の両方を認めたいと考えていた。 ドゥブナのチームは、ドイツのグループの元素107に対する命名の提案に同意した。104から106の元素の命名については、論争があった。IUPAC はこの元素の一時的で、系統的な名前として、ウンニルセプチウムを取っていた。1994年、IUPAC の委員会は、元素の名前に科学者の完全な名前を使用する、前例がなかったため、 元素107をニールスボリューリウムではなくボリューリウムとすることを進めた。名前がホーと混同されるかもしれず特にそれぞれのオキソアニオンは共にボーレートとなるためボリューリウムは発見者らにより反対された。この問題は IUPAC のデンマーク支部に引き渡されたがこれにもかかわらずボリューリウムという名前に賛成したため1997年に 元素107の名前として、ボリューリウムが国際的に認められた。フォーソとボリューリウムそれぞれのオキソアニオンの名前は、英語で同音であるが、変更されていない。2000年に、スイスで塩化、ボリューリウム3が合成されている。沸点は、摂氏151度。ボリューリウムには、安定同位体及び自然に発生する、同位体はない。 実験室では2つの原子を融合させるかより重い元素の崩壊を観測することによりいくつかの放射性、同位体が合成されている。異なる12個の同位体が原子質量260、262、264、267、270、272、274、278で報告されている。そのうち一つのボリューム262は、 基地の準安定状態を持つ。未確認の278バイト H を除く、これらすべての同位体は、アルファ崩壊によってのみ崩壊するが、いくつか未知のボリューム同位体は、自発核分裂を起こすと予測されている。軽い同位体の方が通常半減期が短く、260バイト H、261バイト H、262バイト H、262メートル BH の、 半減期は100ミズ未満で観測されている。264バイト H、265バイト H、266バイト H、271バイト H は約1秒でより安定しており、267バイト H と272バイト H の半減期は約10秒である。最も重い同位体が最も安定しており、270バイト H と274バイト H の 半減期は、それぞれ 61S と 40S と測定されており、さらに重い未確認の同位体278バイト H は、約 690S とさらに長い半減期を持つと思われる。質量260、261、262の最も陽子が多い同位体は、低温核融合により直接生成され、質量が262と264の同位体は、 マイトネリウムトレントゲニウムの崩壊系列で報告され質量が265、266、267の中性子が多い同位体はアクチノイドのターゲットに照射することで生成された質量が270、271、272、274および278の最も中性子の多い5つはそれぞれ 282NH 287MC、288MC、28 294TS、および290フロリダの崩壊連鎖に現れる。これら11個の同位体の半減期は262メートル BH の約10ミリ秒から270バイト H と274バイト H の約1分まであり、未確認の278バイト H では約12分に達する。これは半減期が 最も長い基地の長寿各種の一つである。ボーリウムやその化合物の特性はほとんど測定されていない。これは生産が非常に限られ効果であるのとボーリウムが非常に急速に崩壊するという事実による。いくつかの珍しい化学関連の特性が測定されたが、ボーリウム金属の特性は不明のままであり、予測のみできる。周期表において、 繊維金属の 6D 系列の5番目の元素であり、第7属で最も重い元素であり、マンガン、テクネチウム、レニウムの下に位置する。この属の元素はすべて酸化状態プラス7を容易に、取り下るにつれて状態がより安定する。よって、ボリューリウムは、安定したプラス7状態を形成すると予想される。テクネチウムは、安定したプラス4状態も示すが、 レニウムはプラス4とプラス3状態を示す。従ってボリーリウムはこれらの低い状態を示す可能性もある。高いプラス7酸化状態はオキシアニオンに存在する可能性が高く、例えばカマンガン酸塩かテウネチウム酸塩カレニウム酸塩トルイジノかボーリウム酸塩である。しかしながらボリーリウムは水溶液中で不安定である可能性が 高く、おそらくより安定したボリューリウムに容易に還元される。テクネチウムとレニウムは揮発性の7酸化物 M2O7 を形成することが知られているため、ボリューリウムも揮発性の酸化物 BH2O7 を形成するはずである。この酸化物は水に溶解し、か、ボリューリウム3塩ハブホ4を形成するはずである。レニウムとテクネチウムは酸化物のハロゲン化により、 様々なオキシハロゲン化物を形成する。酸化物の塩素化によりオキシ塩化物 MO3CL を形成するため、母酸 CL もこの反応で形成されるはずである。レニウム化合物、ラブ5と F7 に加えて、フッ素化により重い元素で MO3 回と MO2 回酸が形成される。したがって、ボリウムのオキシフッ化物形成は、 エカレニウムの特性を示すのに役立つ。オキシエン化物は非対称であり、俗で下に行くにつれて、双極子モーメントは大きくなるはずであり、揮発性は小さくなる。これはこれら3つの化合物の吸着エンタルピーを測定することにより実験的に確認された。TCO3CL と REO3CL の値はそれぞれマイナス 51kJ マイモルと。 マイナス61キロジュールマイモルである。ボサン CL の実験値は、マイナス77.8キロジュールマイモルであり、理論的に予想される値である、マイナス78.5キロジュールマイモルに非常に近い。ボーリウムは、通常の条件下では固体であると予想され、より軽い同族体であるレニウムと同様に、六方細密結晶構造と予想されている。密度が、 約 37.1g マイリッポセンチメートルの非常に重い金属であると考えられ、これは118の基地の元素の中で3番目に高く、上にはマイトネリウムとハッシウムがあり、この2つは周期表でボリューリウムの次2つの元素である。比較すると密度が測定された元素の中で最も密度の高い基地の元素であるオスミウムの密度は、 わずか 22.61g グラム毎立方センチメートルである。これは、ボリウムの高い原子量、ランタノイドとアクチノイドの収縮、及び相対論効果によるものであるが、この量を測定するのに、十分なボリウムを生産することは、現実的ではなく、資料はすぐに崩壊するであろう。原子半径は、約 128pm と予想されている。 7S 軌道の相対論的安定化と 6D 軌道の不安定化により BH4 は RN5F146D47S2 の電子配置を持つと予測され 7S 電子ではなく 6D 電子を放出する。これはより軽い同族体であるマンガンとテクネチウムの挙動と反対である。一方でレニウムは同族体のボリウムと同じく 6S 電子を放出する前に 5D 電子を放出する。これは相対論効果が第6周期までに大きくなるためであり、金の黄色や水銀の低い融点の原因でもある。BH24 の電子配置は RN5F146D37S2 であると予想される。これに対してリニオンは G4F145D5 という電子配置であることが予想され、この場合は マンガンやテクネチウムに類似している。6範囲で7カのボリウムのイオン半径は 58pm と予想される。5カのボリウムは 83pm と大きいイオン半径であると考えられている。1995年元素の分離の試みに関する最初の報告は不成功であり、ボリウムを研究する最善の方法を研究する新たな理論研究を促し、 酸化アクチノイド、第5属元素、ポロニウムなどの不要な汚染元素を取り除いた。2000年、相対論効果が重要であるにもかかわらず、ボーリウムは、典型的な第7属元素のように振る舞いことが、確認された。ポール・シェラー研究所のチームは249バイト系と 22NE4 反応で生成した267バイト H の6個の、原子を用いて、 化学反応を行った。得られた原子は、熱平行化され、HCL、O2 混合物と反応し、揮発性のオキシエン化物が形成された。この反応により軽い同族体であるテクネチウムと、レニウムの同位体も生成した。等温吸着曲線を測定すると、オキシエン化レニウムと同様の性質を持つ、揮発性オキシ塩化物が形成されている強い証拠が、 確認された。これによりボリーリウムは第七属元素の典型となった。この実験では、テクネチウム、レニウム、ボーリウムのオキシエン化物の吸着エントロピーが測定され、理論的予測とよく一致し、第七属でオキシエン化物の揮発性が低下することを示唆している。重い元素の娘として生成されたボリーリウムの半減期が長く重い同位体は、 将来的な放射科学実験に有利な性質を持っている。重い同位体274バイト H は生産する。時に希少で放射性の高いバークリウムのターゲットを必要とするが、同位体272バイト H、271バイト H、270バイト H は、より容易に生成できるモスコビウムやニホニウムの同位体の娘として、容易に生成することができる。 ありがとうございます。